せーの、マジー、どうもシャロシード山田山田ツーです。大会ルーレット一体したか、ルーレットで一対一するわけなんですけども、あのマルチルーレットではございません。あーなるほど。ルーレットでかわすフェイントは書いてあるんで、選ばれたその技、はい、フェイントでかわしてゴールを決めると、はい、ちなみに何ですか。まあ今回ですね、あのルーレットの中身ですね、まあ一つ目がシザース、そして二つ目ダブルタッチ、三つ目ルーレットエラシコ、はい、あとキックフェイント、股抜きフリーの7種で今回やっていきたいと思います、はい、ではルーレット回して引いたやつで相手をかわさなければ、まあ、得点にならない。しっかりやっぱその技でかわしてシュートということで、はい、タイミングをずらせば OK ですね。まあそういうことでございます、はい、まあ総当たり戦でいきますか。はい、ではそれではいってき、マジーマンジなんだよ。大丈夫か。大丈夫。はい。大丈夫。はい。じゃ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 。に、に、三、第一。結果、勝負した結果ある。お。じゃあ行きまーす。行きまーす。キックフェイントあたり。来てくるんだ。やったことないっす。あいつだから。わかってやったよ絶対。決めてないんでね。いきまーす。いやよくやるけど、うわーむずくね。うわーマジか。いざやれって言われたら難しいわ。なるほど、ダブルタッチっす。これやっす、なんか簡単なのか、簡単なのか、簡単なのか。当然なんで、
ここまでですよ。さあ、やっとイージー。欲しいな。いやあ、日常的にサッカーしちゃって俺に絶対突っ込んでこんだよな。
エラシコが混んでほしいな。エラシコが嫌です。エラシコ以外で。え、あ、終わった。難しいよねこのフェイント。アンブラユでしょうね。終わりだ。結果発表。以上。決めました。ありがとうございます。まあ、フリーで決めたっていう、まあ決めきるところで決めたっていうことと、ダブルタッチですね。ちょっと正直もうキーパーでシュートだけしか集中しなかったんで、したかわかんないですけど。一応ダブルタッチですね。まあまあまあいいでしょう。まあ、みたいな感じで決められたフェイントで。はい。かわすっていうともその一つのフェイントをしっかり練習できるっていうこともあるんで、まあ試合中活かせるように、まあやっぱしっかりそのフェイント慣れてるフェイントを出すと思うんですよ。なんでやっぱり何が大切かっていうと、やっぱ日頃からボールを蹴ってフェイントに慣れていくと、はい、いうことが大事なんじゃないかなと思うんで、まあ我々も練習しつつ、まあ見てくれてる方も練習するのも大事なんじゃないかと思ってくれたら、まあいいんじゃないでしょうか。これまた一強ということで、今回、ね、いろいろルーレット1対1、まあ、よかったなと思った人はぜひね、チャンネル登録と高評価の方をお願いします。お願いします。まだね、まあ、妹たち意外とやるじゃんと思った人はぜひコメント欄で褒めてあげてください。お願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。